まあこのチャンピオンズリーグでの体たらくをしっかり受け止めて、リーガの会長は辞職をするのか、はたまたリーガのクラブたちがね。どうも、IG でございます。本日なんですけども、まあタイトルにあった通り、EL 行きの代名詞となりつつある、我らがバルセロナの話を中心に、EL 行きしてしまうとどうなるのかについて話していこうかなと思います。結論 EL 行きしてしまいますと、まあ収入がかなり減ることとなってしまいます。昨シーズンチャンピオンズリーグを優勝したマドリーは、合計で1億3665万ユーロを受け取っております。まあ大体この値段はどれぐらいなのかっていう話をしていきますと、まあ前世紀のグリーズマンをバルセロナが買い取った値段とほとんど同じで、おそらくマドリーがチェルシーからハンバーガー兄貴を買い取った時の値段と大体同じかなと思います。まあこの二人の移籍が成功したかどうかっていう話をしていくと、まあ結構微妙な話なんでね、例としてね、あんまり良くなかったなと思ったんで、1億3000万ユーロぐらいはね、どういう値段かというと、リーグを代表するようなスター選手一人を獲得できる値段となっております。まあ優勝したからにはね、まあそれぐらいの選手を取れる金額もらわないとやってらんないっちゃやってらんないですよね。で、ヨーロッパリーグの場合どうなるのって話していきますと、ヨーロッパリーグは優勝した場合3281万ユーロ入ることとなってます。まあそれだけではなく、スーパーカップの出場権やチャンピオンズリーグ出場権もね、得ることができますので、最終的に5000万ユーロ得ることになっているみたいです。なので EL を優勝することにより5000万ユーロ、チャンピオンズリーグを優勝することにより1億3000万ユーロですので、まあえげつない金額の差があるということになっております。まあ、今回のヨーロッパリーグの賞金に関してはね、かつてチャンピオンズリーグに出てたようなクラブがね、めちゃくちゃ入ってきそうなんで、もうちょっと賞金上がってもいい気がしますけど、まあ EL 行きしたのが悪いとはいえ、この金額の差っていうのは結構きついなと思ってしまいます。一応スペイン紙ムンド・デボルティーボによりますと、バルセロナはグループステージ敗退が決まった場合は2100万ユーロの賞金を逃すこととなっているみたいです。これは結構きついことですし、一応今シーズンバルセロナはね、チャンピオンズリーググループステージは突破する体で予算を組んでいたみたいなので、冬の移籍市場で誰か売ることになるのかなとは思いますね。一応グリーズマンが2000万ユーロでアトレティコに売れたんで、まあ突破できなかった分の賞金をね、補填できた感じもしてしまいますけども、一応グリーズマンって4000万ユーロで売る予定だったじゃないですか。だから実際問題ね、一瞬補填できたんじゃねって思っちゃいましたけど、意外と大丈夫じゃないのかなとも思ってしまいました。まあ今このタイミングで売れたことがね、結局プラスになってると、まあ考えたいっちゃ考えたいっすね。こうやって今シーズンはね、チャンピオンズリーグも含めて多くのタイトルを勝ち取ることが目標だったので、かなり多くの選手を補強しシーズンをスタートさせたんですけども、まあチャンピオンズリーグがなくなってしまいましたので、先ほども申しましたが、まあ冬に主力選手を売るというのは全然ありえなくない選択肢だと思います。特に選手の数が多い中盤のポジション、フレンキーやケシエとかはね、かなりお金になりそうですし、まあ売れそうな感じもあります。メンフィスもね、現在負傷してますけども、怪我から復帰した場合はチャンピオンズリーグもなくなりましたし、まあチャンピオンズリーグに出場中のクラブがメンフィスのこと欲しいって言った場合、その欲しいって言ってくれたクラブに移籍することは全然あり得ると思いますし、バルセロナ的にもね、移籍金を残して移籍することができますので、まあ現在の状況ですと、まあメンフィスとバルセロナ両方にとってね、プラスに働きそうなので、まあメンフィスはもう出ていってしまうのかなと思っております。まあチャンピオンズリーグに出てるクラブで彼のこと欲しがるクラブっていうのは全然あると思いますしね。そしてメンフィスが移籍と言いましたけども、まあフェランもね、全然どうなるか分かんないですよね。まあぶっちゃけフェランのね、覚醒もね、見たいっちゃ見たいんですよ。見たいっちゃ見たいんですけど、今回の冬にね、フェランを売らないことによって、まあ来年の夏にペドリかガビどっちか売らなきゃいけないみたいな状況になると、めちゃくちゃめんどくさいっちゃめんどくさいので、まあその辺の財政危機のことを考えたら、彼の覚醒を待とうみたいなね、悠長なことは言ってられないですし、欲しいクラブがあるんだったら、まあ売ってしまうというのも悪いことじゃないんじゃないかなと思います。まあお金になりそうな選手たちをちゃちゃっと並べてみましたけども、テアシュテーゲン、アラウホ、エリガル、クンデ、ペドリ、ガビ、レバンドフスキ、ファティ以外は全員売られてもおかしくないような状況だと思います。まあ本当に不意に誰が売ることになるのかみたいなこともね、どんどん議論されていくと思いますので、まあ動画にしていこうと思います。いやー、 CL のタイトル狙えると思ったんだけどな、今回のメンバー。まあ正直 EL 行きしてしまうクラブの中で一番お金に困ってるのはバル
悪さだと思うんですけども、まあプレミアのクラブ以外はね、めちゃくちゃ潤ってるぜっていうわけでもなく、アトレティコやセビージャのラリーガの EL 行き勢もね、別にお金に困ってないどころか、むしろ困ってる勢ではありますので、EL 行き確定した場合は結構きついと思いますし、まあセリエ A はね、多分リーガ勢よりもさらにリーグでの収入は少ないと思いますので、結構 EL 行きするときついんじゃないかなと思います。まあこれが結論なんでね、これだけで動画を終わらせてもよかったんですが、まあせっかくなんでグループごとの結果を見て、EL 行きしそうなクラブはね、どこなのかっていう話をしていこうかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。まずはグループ A。 このグループの首位はどこかっていう話をしていきますと、意外にもナポリが首位という状況となっております。めちゃくちゃ意外でしたよね。ナポリはラスパドーリが3試合4ゴール1アシスト、ピオトル・ジエリンスキが4試合3ゴール2アシスト、クビチャ・クワルツヘリアが4試合2ゴール3アシストと、前線の選手たちがとにかく大暴れしており、まあこのグループで波乱を巻き起こしていたみたいです。まあ正直ナポリのアタッカーといったらね、オシメンっていうイメージが強かったんですけども、まあオシメンは現在ね、セリエ A でもチャンピオンズリーグでもまあスタメンではなく、先ほど紹介した彼ら3人とね、まあシメオネの息子さんが基本的にスタメンで出ているみたいなので、まあオシメンが出てないことも結構意外っちゃ意外だったんですけど、まあナポリがここまで行くとは正直思いませんでしたよね。だってこの夏の移籍市場でインシーニ、クリバリ、ファビアンと、まあ実際ナポリの試合をめちゃくちゃ追ってるわけではないので、まあ彼らが3人がねチームの中心人物としてめちゃくちゃ活躍してたのかどうかっていうのはわからないんですが、まあナポリに在籍しているビッグネームがね、まあほとんど移籍してしまったので、今シーズンのナポリはね、こっからチームを立て直す的な、なんか今のユナイテッドと同じような状況なのかなとか思ってたんですけど、まあこの結果を見ると、まあそういうわけではないのかなと思いました。なんかむしろ完成しつつあんのかね、わかんないけど。だからこの首位突破っていうのも意外でしたし、試合内容も結構びっくりするような感じですよね。テンさん、アントニー、リサマルが抜けたアヤックスとはいえ、6対1で勝利しつつ、まあ4対2で2回とも圧勝してますし、リバプールに対してもね、4対1で勝利しております。チャンピオンズリーグで結果を残すだけでなく、セリエ A でもがっつり首位の座を勝ち取ってますので、まあ正直ダークホースと言っても過言ではないぐらい、ナポリは今シーズン欧州中を驚かせてるんじゃないかなと思います。まあそして首位の話をね、長々としてしまったので、まあ EL 行きのクラブについて話していきますと、まあ一応リバプールもね、サプライズ的な感じでヨーロッパリーグに来ることはあり得るんですが、まあおそらくこのグループで EL 行きするのはアヤックスなんじゃないかなと言われております。まずアヤックスがね、どうやったら EL 行きを回避できるか話していきますと、まあこれは当たり前っちゃ当たり前なんですが、まあ残りのリバプール戦、レンジャーズ戦をしっかり勝つ。そしてアヤックスは勝つだけではなく、リバプールがね、再びナポリに負けなければなりませんし、もしリバプールが2試合とも負けて、アヤックスが2試合とも勝った場合でも、アヤックスとリバプールの直接対決は1勝1敗ずつなんで、得失点差が重要になってきます。現状、得失点差でも負けている状況なので、EL 行きを回避するためには、アヤックスはね、もう残り2試合大量得点をしつつ、まあしっかり守って勝たなければならないという過酷な状況でございます。まあだから、まあぶっちゃけアヤックスが EL 行きするんじゃないかなと思われております。それに比べてリバプールはね、残りの2試合で勝ち点を1点でも取ることができれば、グループリーグを突破できる状況ですからね。まあしかし、リバプールもね、まあ安心はできないと言いますか、残りの2試合がね、アヤックスとナポリということになっておりますので、アヤックスよりも有利な状況なのは間違いないんですけども、まあ EL 行きする可能性というのは残っております。こんな感じでグループ A をまとめていきますと、EL 行きするのはね、アヤックスと言われがちですけども、まあリバプールが EL 行きする可能性というのも、まあ若干ですが、残っておりますよっていう話でした。まあさりげなく金銭面考えますと、アヤックスはね、この夏の移籍市場、まあかなりの選手売ってますし、まあ中にはね、高額で売れた選手たちもいますので、まあ金銭面では困ってないと。まあ逆に、リバプールはね、ビッグクラブではありますけど、金満クラブというわけではないので、まあ EL 行きした場合はね、意外とリバプールの方が金銭面を考えるときついのかなと思ってしまいました。そしてグループ B。まあこのグループ B はね、リーガ推しとしては過酷な状況となっており、このグループ B 見たときはね、まあアトレティコが首位突破かなと思ってたんですけども、まさかのジュグラ率いる
ブルージュがね首位突破を決めており、アトレティコはまさかの EL 行きかもしれないという状況でございます。いやもう本当にリーガ推しとしてはね過酷な状況ですよね。まあ結果だけ見ますと、アトレティコはねポルトに勝っただけでレバークーゼンにボコられ、ついでにブルージュにもボコられ、ホームのブルージュ戦にはね結局勝つことができずに現在3位という状況でございます。まあこのグループです、この順位っていうのは情けないと思いますし、アトレティコが EL 行き確定した場合はねちょっとシメオネのことを救わなきゃなと思っております。まあでもアトレティコにはねまだ EL 行きを回避する方法は残っておりまして、残りの2試合もう全勝することとなっております。まあ残りの2試合全勝した場合は、ポルトがね首位のブルージュを倒した場合でも勝ち点でポルトのことを上回ることができますので、もうアトレティコは勝つしかないという状況でございます。アトレティコまで EL 行きしたらね、もう本当にリーガとしてはもうやってらんないというか、もうちょっとどんどん恥ずかしくなっていきますんで、でも勝てっていうのもおかしいんですけど、もう全力で勝てるように頑張ってもらうしかないのかなと思います。もうあんなゆるゆるなプレイはねもう許されませんから。まあ死ぬ気で勝たなかった場合はね、もしかしたら収入が減ることにより、まあシメオネ先生もねクビになる可能性もありますし、まあフェリックスみたいなねどこのクラブも欲しがるだろう選手は、まあ売らなきゃいけなくなる可能性っていうのもあり得ると思います。そしてグループ C ということで、まあいわゆる絶望と言いますか、まあバルサの EL 行きについてはねこの動画で話してるんであんまり詳しく話してもしょうがないんですけども、まあ現在の状況を簡潔に言いますと、インテルが残りの2試合、まあ全敗して、かつバルサがね、バイエルンを含める、残りの2試合を全勝しなければ、バルセロナはこのグループを突破することができないという状況でございます。まあもっと簡潔に言うと、インテルが1回でも勝ったらね、もう突破できないのって、まあほとんど難しそうな状況となっております。まあでもこういう時にね、空気を読んでやらかしてくれるのがインテルだと、まあ信じてますので、まあ現状我々ができることはね、もうインテルがこけることを願うしかないという状況でございます。いや、本当にもうプレゼニをね、心から応援していくしかない状況です。加えてね、もしプレゼニがインテルに勝ったとしても、我々バルセロナはね、バイエルに勝たなきゃいけないですので、本当まあ絶望的なのには変わりないのかなと思います。まあ前回やった時勝てそうだったしね、まあ、全く期待できない状況ではないとポジティブに捉えて、ビクトリアプルゼニの勝利と、まあバルセロナの勝利を願うしかもうないのかなと思います。そしてグループ D、 グループ D は正直特に突出してね EL 行きしそうだなっていうクラブはありません。一応ヤキロンもね首位ではあるんですけど、まあ2位3位とは勝ち点が1位ですので、わかんないよね正直どこが行くか。まあちょっと失礼な言い方にはなるんですけども、まあヤキロン以外のクラブはね、まあ割と EL でもしっくりくるというか、まあ EL 行きうわーみたいなことにはならないので、まあこんな感じでいいかなと思います。まあもし仮に EL 行き行って盛り上がるんだったら、このグループだとまあヤキロンしかないよね。まあでもさすがにヤキロン今シーズンはガチだから、多分 EL 行きはないんじゃないかなと思います。この3クラブが好きな方がいたら本当に申し訳ないと思います。許してください。そしてグループ E、 ここもさりげなく波乱が起きておりまして、まさかのミランが EL 行きもしくはね敗退という状況になっております。まあ古豪仲間としてはね、まあせっかくイタリア王者になったんだし、こんなところでお前敗退すんなよ、つかセリエはあんまり金ねえんだからこんなとこで EL 行きすんなよ、チャンピオンズリーグで頑張れよって思ってます。ミランにはもう頑張ってほしいよね。まあなんとなくケイスケ・ホンダがいたから、まあそう思うだけなのかもしんないけど、昨シーズン同様ここで消えんのはマジでないぜ。セリエアの意地バッチリ見せてくれよな。まあそんな感じかな、このグループは。ザルツブルクが意外と頑張ってんのがびっくりです。そしてグループ F、 まあマドリーがね首位突破を決めており、まあシャフタールかライプツィヒが EL 行きという状況でございます。まあ正直この2つだったらどっちが EL 行きしてもいいかなとは思います。 EL を盛り上げるという観点ではライプツィヒが EL 行きした方が面白いっちゃ面白いですし、ライプツィヒとユナイテッドで教授ダービーやりたいなとかちょっと思ってるんで、まあライプツィヒにはぜひヨーロッパリーグに来ていただけたらなと思っております。まあ個人的に教授ダービー本当にやりたいです。そしてグループ G は、まあほとんどセビージャが EL 行き確定ということで、もうハーランド&シティは大暴れしててね、もう首位突破確定。ハラー先生が移籍してきたのにもかかわらず早々に離脱してしまうというアクシデントに見舞われていたドルトモントですが、まあしっかり2位通過できそうな状況となっており、まあセビージャはね行きまくるということになっておりました。まあ今シーズンに限ってはね、まあ正直セビージャ、まあ上位陣には登ることはできなさそうですし、まあチャンピオンズリーグでもグループリーグ突破できないということは、主力選手をしっかり売ってね、まあ移籍金を得たとはいえ、まあ結構きつい状況になるのかなと
思います。ドルトムントにはね結局セビージャは一回も勝ててないですので、この状況はねリーガ推しとしては悲しいですし、まあバルセロナもね、まあフランクフルトにね昨シーズン負けてますので、このままだとねもうラリーガって別に大したことないリーグなんじゃないのとか、まあブンデス側からも言われてもおかしくないかなと思います。まあ一応バイエルンをねビジャレアルが倒してるとはいえ、良くない状況なのには変わりないかなと思います。まあそしてグループ1、まあグループ1はねユベントスがほぼほぼ EL 行き確定ということで、まあユベントスがねどうにかして突破する方法というのはまあほとんど無理なんで、まあちょっとここら辺は考えなくていいかなと思います。まあパリサンジェルマン&ベンフィカはね、まあ残りの2試合結構楽というか、ユベントスとユベントスじゃない方の最下位のクラブとの戦いとなっておりますので、まあどちらかの試合に勝てばまあグループリーグ突破が決まるということですので、まあもうほぼほぼこの2チームは突破できて、ユベントスは EL 行きかもしくは敗退かという状況です。まあもう本当にユベントスの現状というのは悲惨そうなんで、まあ本当に EL 行きもしくは EL 行きすら許されなくなった場合は、まあちょっとユベントスのことも救わなきゃいけないなと思っております。まあ救うのはポグバでもいいかもしんないですけどね。まあ以上がグループの結果ということでございました。まあリーグごとに結果を見ていきますと、まあプレミア勢は絶好調で、まあおそらくほとんどのクラブがまあこのグループリーグは突破できそうという状況となっております。そしてセリエ A は本来ねグループリーグ突破しなきゃいけないユベントスが突破できなさそうなんで、なんかセリエ A がやべえみたいな感じになってますけど、ナポリが好調でインテルもまあほぼほぼ突破するだろうという感じですので、まあ好調と言ってもいいかもしれません。まあミランも頑張れば全然突破できる状況ですしね。そんでブンデスもまあバイエルンとドルトムントはまあ突破がほぼほぼ確定という状況で、まあライプツヒにはねまあ EL に来てほしい感じはありますが、まあ全然突破できる可能性もあり、レバークーゼンも実は突破できなくはないという状況でございます。まあフランクフルトはねちょっと難しいんじゃないかなっていう感じですけど、5分の2が突破ほぼほぼ確定で、まあ残りの3つのクラブのうち2つのクラブがねまだ突破できる可能性があるというのは、まあブンデスガチ勢からしたら悪くないどころか、ブンデスファン的には結構誇らしいことになってるんじゃないかなと思います。まあこれらを考えると一番エグいのはリーガ勢なのかなと思います。マドリーがねグループリーグ突破を確定させてくれてるので、なんとなく威厳は保ってる感じありますが、まあバルサ、アトレティコ、リーガ3強中の2つがまあ EL 行きしそうっていうのはまあ悲惨な状況なのかなと思います。まあバルセロナは無理だけど、アトレティコには可能性が少し残っておりますので、まあリーガのためにもアトレティコにはグループリーグ突破してほしいなと思っております。いやもう本当に昨シーズンはねベスト4に2つもあのリーガのクラブが残ってたのに、こういう状況になってしまうっていうのはまあ本当に悲しいですね。まあこのチャンピオンズリーグでの低たらくをしっかり受け止めて、リーガの会長は辞職をするのか、はたまたリーガのクラブたちがね補強をしやすくなるような状況を作るなど、リーガ全体の戦力が上がるようなことをしないと、このような大会での結果はどんどん出づらくなっていきますし、人気でも他のリーグにね差をつけられていって、まあもうちょっとリーガ自体がオワコンになっていくんじゃないかなと思います。サラリーキャップ制度とかね、他のリーグはやってないのにラリーガだけやるっていうのもなんかおかしな感じもしますし、育成を大事にしよう的なのも分かるっちゃ分かるんですけども、リーガ3強のうち2強がね EL 行きしそうっていう状況なのはマジで問題なんじゃないかなと思います。リーガがどうやったら盛り上がるかみたいな動画作りたいと思ってるんで、まあリーガ派の皆様ぜひコメント欄にてね、こうやったらリーガ盛り上がるんじゃないみたいな意見を教えてくれたら、まあそういう動画も作りやすくなるので、ぜひぜひ皆様その辺の意見の方よろしくお願いします。まあこんな感じで、まあグループリーグの結果ラリーガ勢が悲惨で他のリーグは頑張ってるという状況となっておりました。基本的にリーガの試合を見ることが多いので、まあこの状況は本当に悲しいですし、どうにかしてくんないかなと思ってしまいました。まあブーブー文句言ってもしょうがないんでね、まあそういう動画を作っていくしかないかなと思います。まあそんな感じで今日の動画は終わろうかなと思います。それではまた配信なし動画でお会いしましょうってことで、おいや